パリ五輪メダルがわずか1週間で劣化、スケボー銅メダリスト悲痛ブロンズの色が欠けてきた。品質の低さがわかる。に対する反応集です。パリ五輪スケートボード男子ストリートで銅メダルを獲得したナイジャ・ヒューストン・コメコクが2024年8月8日に、インスタグラムのストーリーを更新し、自身が獲得した銅メダルの劣化を報告した。英紙デイリーメールウェブ版が、同日報じた。男子ストリート決勝は7月29日に行われ、ヒューストンは3位に入り銅メダルを獲得。同種目は、日本代表の堀米雄斗25が金メダルを獲得した。競技終了後、米国に帰国したヒューストン。インタグラムの動画で、自宅と見られる場所のバルコニーで銅メダルを手に取って披露した。銅メダルは、表面、裏面ともにところどころ、塗装が剥がれているように見える。デイリーメールは、オリンピックスターがパリでメダルを獲得してからわずか1週間。あまりで、メダルの衝撃的な状態を明かすとのタイトルで記事を公開した。記事によると、ヒューストンは動画の中で、このオリンピックのメダルは、新品の時はとても素敵に見えるんだと前置きし、次のように語ったという。でも、少し汗をかいた肌に触れたり、週末にとも人たちに身につけさせたりした後、メダルのいくつかの部分からブロンズの色が、欠けてきて、品質の低さがわかる。どうやら、君たちが思っているほど高品質ではないようだ。オリンピックのメダル、もう少し品質を、上げないといけないね。メダル獲得から1週間余りのスピード劣化に、ヒューストンはジョークを交えて、メダルは、まるで戦争に行って帰ってきたかのようだと語ったという。引用ここまで。フランスどうでもいいですよ。こんな旭日旗みたいなメダルとか韓国一メダリストはどうするんだろうね。フランス最悪、東京オリンピックは良かったなから質が高くて。名古屋市長もガムノを拒絶するメダル。アンティーク加工。まさか銅を使ってないの？ケチくさい。墨つけれ。二枚目なんかはどこで発掘したんだよ。ってレベルだな。これ見て韓国人は旭日旗がどうこう騒がなかったんだろうか。文句を言うと10倍返しされる国には黙ってます。騒いだけどカンスルーされてファビョン起こしてた。やっぱり騒いだんかい韓国人はら。日本はもちろんのことどの国にもアレな人はいるんだから当たり前だろ。アマゾンで買ったんじゃね。こりゃひどい変色加減。かけるかけない以前に1枚目と2枚目で違うメダルじゃねえか。表と裏だろてか。こんな頭の悪いやつ久しぶりに見たわら。内筋トレ。こいつ自炊で銅製品を使ったことないのか。銅は酸素が触れると酸化皮膜ができて黒ずんでいくんだよ。10年くらい経過した10円玉みたいで草わら。銅だし、そしてなんか薬品つけたりぶつけたりしても脆いわけでさ。最後の最後まで低質な五輪だったな。もう双子と手を挙げるなよ。嫌ならもらうな。汚いメダルだな。どこまでケチってんだよ。まあこれでフランスの化けの皮が剥がれて観光に行くやつは確実に減るのは必死だから。ざまあとしか言いようがない。ええー、わら。銅は仕方ないだろ、10円玉だぞ。10円玉でももらって1週間でここまではならんと思うぞ。本当に銅メッキしたのかね、このメダルと思われちゃうレベル。ザキオカがもらってたら、笑いに変わってたのに。いきなり年季が入ったな。もしかして東京五輪ってまともだった？かなり携帯含むゴミから金メダル作ってたし。近年じゃパーフェクトだったよ東京。なかなか開会式閉会式以外は東京はちゃんとやってる。汚職や賄賂は？そんなん捕まえればいいだけで大会には関係ない。何にでも噛んできて儲けようとする悪党はいる。捕まえられるわけねえだろ。都と政府と報道がズブズブなんだから。ミュンヘン以来の大失敗。五輪無観客、大赤字、腐敗。確か中国製のメダル。1兆5千億円かけりゃな。3兆円じゃねえの？ 3 兆円あったら俺にも五輪できるな。電通パシリで使ってやるよわら。まあいろいろ調べたら3兆7千億円説もある。一応直接かかったのが1兆5千から7千億円だとか。当然、中抜きで費用効果も薄い。見栄を張るためにくまる高い税金使われるくらいならメッキで済ませたフランスのがマシだな俺は。それだとフランスより安い。マジかよ。ここまでひどくはなかったけど東京五輪の金メダルとかも表面剥がれてたりしてたぞ。
開会式とかに大阪やら長野やら千葉の土人が集結してめちゃくちゃにした以外は都民が頑張ったから大成功だったぜ。電通が最悪だっただけかもしれん。アスリートファーストに関しては、過去一にぐらいちゃう。開会式以外は中抜きしてないからな。晴海フラッグはほぼ全個めちゃ安いのに売れ残って廃墟なんだっけ？欠陥住宅なのかね？よくわからん景色は最高層なのにね。何個も買った企業が賃貸に出した物件に借り手がなくて空室状態なだけで完売はしてる。全部売れたけど住んでる人が少ないって状態、転売狙いが多かった模様。売れ残るどころか抽選倍率高かったが、日本人からのちゃんとした需要があったのに、それに目をつけて途中から中国人がペパ館大量に作りまくって確保した結果、投資目的で買った外国人ほとんど中国人が住まずに値上がり待って空き家状態ゴーストタウンになってる。投資目的には販売不可にしないと。日本の接待は世界一。東京五輪でも、選手村やウメイノフマンは出てたギャンギ国を褒めすぎるのもどうかと思う。ネガティブ報道はとかくよく出るもんだよ。当時のニュースで例えば東京2020。選手村に苦行21世紀とは思えない延期で簡素化おもてなしは口だけだったのか。五輪選手村劣悪設備に海外メディアから批判噴出来ないバス。間違う行き先。五輪の輸送困難。選手が苦行開幕当初の選手村ではトラブルがつきものだが、ちょっと不安になってきた。橋本会長選手村の設備に不満示す外国人にフィフィが切れた、嫌なら帰ったがいい。コロナ禍の中やったこと考えない馬丸。これな忘れてるというかわざと触れないようにしてまで東京を貶めててヘドが出る。コロナ禍で東京以上にうまくやれる国なんてあるわけないのに。そうやって自分をごまかし続けていいことある？不満や苦情もあったことを見ないことにしてるだけ。でも見ないことにしてるイコールなかった。じゃないから、何にもならないよ。どの五輪でも毎回、良い分も悪い部分も、あるんだよ。東京は完璧だったなんて極端な自画自賛はやっぱりどうかしてると思う。五輪に限らずどんなイベントもクレーム例なんてことはないから、あの程度のクレームなら東京五輪は、十分に大成功の部類だろ。てかクレーム例のイベントなんて逆に怖いわ。東京五輪はまともな方だな。犯罪は別として犯罪も世界であるか。パリ五輪が醜すぎる。東京の開会式はクマルだったが、フランスも同レベルにクマルというだけ。同レベル？緑なだけに青い変態くらい非難殺到したか。東京湾の方がセーヌ川よりマシだったし、どこを切り取っても東京の干渉に見えるが。死体ヤクルトみたいな方向性は違えどクマルの争い。ひたすらしょぼくて意味わからんパフォーマンスだったのは一緒だが。さすがに東京が関係者から苦言が呈されるとか非難殺到とかはなかったから、開会式と閉会式以外はネカオ。東京は国民から奪った金を贅沢に使ったから、国民に還元するのはいいが韓国人企業に不正受給させたままるは永久追放。なんで国民の金だと思い込んでんの？開会式を除けばかなりマシ表面コーティングしないのか、ゴミポスターよりはキャラぬいぐるみの方がいい。鉄に薄い銅メッキしてるだけだろ。銅価格高騰したからメッキにしたんかな。顔昔は銅のまんまだったけど。エクストリーム五輪に挑戦するフランス。ソウルを超えた大会。ソウルはもっとヤバかった。ちょっとありえないくらい。ひどさ東京ソウルパリか。ひどさ東京約パリソウル。東京がひどかったのは、ゴリ押しと開閉会式と大会に群がる連中どもだけ。運営自体はごくごくまとも。食事もパーペキ。選手村でも段ボールベッド屋が散々だったぞ。段ボールベッド今回も採用されてて、しかもとても功労。段ボールじゃなくてマットレスの問題、マスコミは正確に伝えないから紛らわしいけど。なおパリでも採用した模様。パリ五輪も段ボール。なおパリ五輪の段ボールは壊れた。段ボールベッドは普通に寝てたら壊れないのに、悪ふざけでわざと破壊した選手たちがいて、母国から批判されてた。どこの朝丸人？無理やり壊して朝丸では称賛されてたな。東京、いくらでも選手から不満が出てたじゃん。選手村の不便さ目くら的に自国を褒めたたえるのもどうかと思う。大会運営の人権費とかで中抜きがすごくて会計責任者も自殺してるのにまとも？メダル、結構ひどいな。コーティングとか何もされてないのか。
旭日旗っぽくならねえかな銅メダル。こんなん笑うやん、自国のオリンピックじゃないから笑って見てられる。死肉で磨け。だからフランスはケチってるんだって。エアコンも飯も水質汚染もケチってるぜ。ケチって 1.3 倍金かかるって。コーティングも手抜きか。これはどこかの知事も噛まない。川村もためらうレベルか。そもそも、銅は噛まない。サンポールをかけるのだ。これって修理してくれるの？思ってたよりは汚い。かじりすぎだろ。悔しいなら金を取れ、金は劣化しない。一番コストが抑えられる銅で、これなら金はもっと悲惨なことになってそう。金なんてマジックで塗ってそう。金メッキだあれ。西側はどこも中抜き。名誉べく人のジャッマルも電通中抜きだったしな。やっぱりメダル感だからだよ。いつだったか、フランスで行われたフィギュアスケートの試合で、3位の選手に贈られたメダルが、セボンスターみたいなプラスチックだったことがあった。同じくそれ思い出してたわ。銅メダルって全部銅じゃないの？金と銀は、銅の素材の上にそれぞれメッキしてるって聞いてたけど、銀じゃないの？金と銀メダルはメッキか箔か知らんけど、表面だけだよ。無垢の金銀でやってたら費用がどえらいことになるから。報道によると一応金メダル 529g のうち金 6g 銀 505g のはずなんだけどな。あとは意味わからんエッフェル塔のてっぺんが使われてるわら。銀は純金とは比較にならないほど安くないか。銀高騰中だから黒バンダスプーン売ってこいよ。それでも銀はグラム146円、金は1万円以上だからね。ルーレットに力入れてるし、せめて激アツカットインとかの演出が欲しかったな。いやー、フランス人なら金メダルかかったら照明落とすくらいありかねないと思う。メダルを噛むのにはやっぱり理由があったんだな。中身がチョコじゃないかの真偽を調べるためかと思った。銅メダルは無垢ではなかったっけ？錆びたのでは。エイジングってやつだね。扱い方にも問題あるんじゃねえのか。10円玉か。パリ五輪は何にお金使ってるの？役員報酬。最初からメッキで公言されてんだから油でも塗って保存しとけや。何から何まで終わってんな、史上最低の五輪。よくメダル噛むやついるけど普通に噛まなきゃいけないレベルなのか。マスコミ、カメラマンが噛んでくれってリクエストするらしい。その映像や写真が欲しいんだろうね。色が欠けるというわけはどうなの？っていうか、ブロンズは無垢でも良いんじゃねえの？ボロボロやな。もうフランスはフランスじゃないよな。かじったら剥がれるかもな。失敗だった東京オリンピックの遥かに下を行くフランス。こんなオリンピックは嫌だってパネルが作れそう。称賛されるところがここまでない五輪は久しぶり。メダルが劣化したって毎回言い出す人いるけど、大抵はわざとなんだよね。今回のがどうかはわからないけど。噛むの止めてほしい。俺がとっても噛まないつもり。始まる前はみんなパリに幻想を持ちすぎていたな。フランス人の血税や東京五輪の日本人みたいに過度な負担を負わせるな。開催してもらっただけでも感謝しろ。のび太か周囲を自分以下の能力にして自分を一等賞にしたって会みたいな話や。フランス五輪。川村メダルうめえバリボリ。金ないの？業者のポッケないないじゃないか。裏の方が表っぽい。ショートケーキの下に敷いてる銀紙みたい。舐めすぎちゃったかな。ベロベロ舐めるとひときわうまいからな。あれメッキだったのかよ。なんかがっかり。鉄くずメダルわら。そりゃ時間経てば劣化するが、わずか一週間は前代未聞ですよ。マカロン王子はどうなった？メダル肛門に入れそう。そこはケチったるなよ。わらわらわら。思ったほどひどい劣化だった。川村に限らせて材質分析しよう。すり替えられたんじゃね？わら。もらって何日目だよ。なんこの劣化速度。10円玉に3をかけて土の中に1週間入れてもこうはならないな。パリ五輪はこれまでで過剰になった質やサービスを下げる役割を担ってる。デザインはいいのにね。わら。折り紙で作るデザインだった。え、本物の銅なの？ソースかけてみ。できればオタフクかブルドッグ。アスリート様が調子に乗りすぎてるからな。パリ五輪最高。かわいそう。メダルの劣化は毎回のことだな。リオ五輪も東京五輪も劣化が問題になってたし。1週間は早すぎだけどな。フランスはな。ベタベタ触りすぎたのか。ソウル審判買収、ロシア、アメリカ、中国ドーピング、日本は試しそう。フランス権力で審判に圧力かける。
10円玉と同じだから変色はするかもだが薄く塗装コーティングするべきだろうに。銅メダルなんて素材が全て銅製でもたかが知れたコストだろうによっぽど製造のレベルが低いのかな。ちゃんと銅メッキしてないんだろうね。東京のメダルも品質悪かったし。笑った。タバスコかけたらピカピカになるよ。今回のメダルはエッフェル塔の廃材を利用してたはず。エッフェル塔壊したん。パリ五輪はメダルもひどいのか。銅メッキが薄すぎるやろ。我がフランスも下請けに投げまくる文化なんか。